はい、こんにちは。レトルトと申します。以前、あなたの価値診断の、をやってみたんだよね。で、実際その結果は4700万だったんだけど、これをね、嘘と偽りにまみれた完璧人間風の選択肢を答えていけばどうなるかっていうのをちょっとやってみたいなと思ったので、やってみます。俺が死んだらね、リアルに30人どころの話じゃないんだけどね、リアルは。もう1億人が泣くんだけど、まあ30人以上ですよ。あなたが最も尊敬する人物、それは歴史上の偉人。俺もね、歴史上の偉人になりますから。オッケー。何歳まで生きてると思いますか？俺はね、長生きしますよ。長生きしていろんなことを成し得る。雑誌やテレビの占いは信じない。信じれるのは己のみ。女とはこれ、うぬぼれに、どれをうぬぼれるとしたらどうなんだろう。まあ、可愛いでいいのかな。信頼できる友人は10人以上います。惚れてくれる異性は10人以上います。あ、前なかった選択肢ない。ゆいが独尊。迅速果断。一期一会。ゆいが独尊！ 10 万円あったら貯金に堅実に使う。休みの日は、自分を高めるために読書。小さな言葉は大好き。あなたの財力は金持ち。あなたの最大の宝物は物やお金などの財産。俺と同じ俺と同じじゃねえか。前と全く同じ企画倒れですね、これ。何が悪かったんだ。どうやれば高くなるんだろうな。もう一回ちょっとやろう。10人、好き。こういうの全く信じないとこが良くなかったのかな。全部信じて、女とは可愛くあって欲しくて、金持ちで、自分に惚れます。できる人物だから。スポーツの方が逆にいいかも。最もやってはいけないことは暴力にして、男とは頼れる存在。これは経験とかの方がね、かっこいいのかな。最も尊敬する人は親族の誰か。即悩んだ時は、婚家を辞める。80歳以上。お !1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。1億2400万すげえ。一流スポーツ選手。あなたの価値は、スポーツ選手の年収と同等です。何かに熱中し、人一倍の努力を惜しまない。まさに一流アスリートと、遜色ない価値を持っています。もしまだ熱中できるものが見つかっていないとしても、一度見つかってしまえば、その才能を発揮できるでしょう。なるほどね。やっぱこれなんだろう、うぬぼれだけじゃなくて、いい人っぽくやんなきゃいけないんだろうな。はい、じゃあ皆さんもこれやってみて、これ1億2431万を超えてみてください。ということで、うぬぼれにまみれたあなたの価値診断でした。まあこうやってたまにいろんなことやってみるのはやっぱ面白いね。レトルトさーん。みんな、レトルトを助けるために、そこのボタンを押して、チャンネル登録してくれー。動画の更新も、すぐにわかって、レトルトも、大助かりだー。スマホの方は、登録ボタンを、押すか、説明文の、チャンネル登録よろしくどうぞ、の、右からどうぞー。それでは、別の動画で、お会いしましょう。